小池ジ TV の小池です。梶川です。今日はねこんな感じ、はい、オンラインですよ。さすがにちょっとオフ入ってから、うん、5日試合があって、うん、最終戦ね6日から、うん、はい、うん、6日からまあ練習は何度かありましたけど、うん、6日から19日まで小池とはなかった1回だけだったんでやばいよね。はい、やばいよもうそれは。さすがにちょっと今回はもう、うん、できればね、いいよね、本当は、うん、いつも通り取りたかったんですけど、さすがにもう僕は関西に帰っちゃってたんで、うん、オンラインでねちょっと取ろうかっていう、はい、まあ、ちょうどね、はい、これ今取ってんのはちょっと前だけどさ、ちょうど今、ね、そうですね、発表され25日12時に、はい、まあ、小池の、まあ、2人とも来年ヴェルディでプレーするということがリリース、はい、されたので、まあ、それについてお話しできればなと思って、もう編集、そうですね、編集なしですよこれこそ。今回もそうですね、ちょっとまあそんなに長くはあれですけど、うん、少し皆さんにお伝えできたらなと思うので、うん、はい、まあなんかちょっとユニフォーム着てて僕ユニフォーム着てへんからなんかずるいなって感じですけどいやそれはそうでしょ、俺だってこれほら LDI でやらせてもらってますから。言えないよ。え、あ、言えないよ。ユニフォームがね、はい、言えない。ちゃんとしっかりこれ着てね、はい、背景もねこれで見にか、はい、僕はいつも通りこり返しのね、これでそれもいいね。まあ、はい、まあ、まずあれか、カジが完全移籍で。そうですね、昨年はレンタルで、あ、昨年じゃないか、今年か、うん、今年はまあレンタルとして、まあ、徳島からベルリンに来て、まあ、1年戦いましたけど、うん、まあ来季は完全で、またヴェルディの一員となれるということで、まあ嬉しく思いますし、まあ徳島ではなかなか自分が力になれなかったので、うん、まあ悔しい思いもありましたし、まあ、その中でも応援してくれる人がたくさんいたので、その人の方々には申し訳ないなっていう気持ちはありましたけど、まあその中でも昇格を経験できたりとか、うん、まあ、今季は J1 で徳島が戦ってる姿っていうのを見てましたし、うん、まあ、残念ながら、今年は、あ、来季は J2 に、徳島もこうで戦うということになりましたけど、本当にギリギリまで分からなかったですし、うん、すごい、みんなのこう頑張っている姿っていうのが僕の刺激になってたので、うん、まあ、それが、ヴェルディでの自分のこうプレーにもつながってたんじゃないかなと思うので、まあ、本当にそういう面で言うと申し訳ないなっていう思いと、いろんなことを学ばせていただいたりとか、っていう面でありがとうございましたっていう気持ちを徳島の方々には伝えたいなと思いますし、うん、まあ来季は次はライバルになるので、うん、そうだよね、うん、はい、まあもちろん負けたくないですし、成長した姿を見せられたらなっていうふうに思います。うん、そうね、まあそういう時間もね必要だったと思うし、そうですね、まあ、もちろん選手なんでみんな出たいですし、うん、まあ、なかなか、絡むことがこうできない時期がこう長く続いてたんですけど、うん、まあ、でもその中での同じようにこうやメンバー外の人たちとのこう時間だったりとか、うん、その人たちの頑張りっていうのがあってこそのチームだなっていうのもやっぱり改めて感じたんで、うん、まあ、逆にそういうものをしっかり次はヴェルディに伝えていかなきゃいけないなと思います。うん、そうね、まずやっぱね古巣になるけどさ、まあ、俺もそうだけどやっぱそういうチームにやっぱ感謝してるしさ、ね、そのお礼っていうのはちゃんと伝えたいっていうのがあるからね、冒頭まず時間をね、そうですね、話できればなって、ジュキ君7チームでプレーしてきて、まあ、大体恩返しは恩返しなんでまあそう、ね、うん、恩返しなんて呼ばれるんですけどね、うん、まあたまんないっすよもう、ね、そうだよね、してくれさるさだよね、いやもう、うん、やめてよって思う、ここでは取んないでよっていうね、まあ、まあでも本当にそれも含めていろいろ本当恩返しできればなとは思うので、うん、まあまたその対戦相手にはなりますけど、うん、応援もしていただけたら嬉しいなと思います。うん、そして、ね、またこうして、まあ、俺も更新ということで、ヴェルディで来年もプレーできるということで、
まあ、こんなん来てきちゃったけど、今日、俺はね、ヴェルディ愛が。はい、だから、やめろ。はい、だからこうすんのやめ。ヴェルディ愛でさ。こうしよう言うと。来てるから、やっぱり、はい。まあね、なかなかもう本当、ね、コメントでも、リリースのコメントでも出した通り、本当、この帰ってきて、2019、20、21と、3年間で40点取ったわけですよ。それまで10代、20代で29点しか取ってなかったのに、まさかね、そんなサポーターの人も俺が帰ってきてそんな点取ると思ってなかっただろうし、まさかね、日本人得点ランキングがさ、日本人1位で終わるなんていうのをさ、想像してる人はもう誰もいなかったと思うよね。まあ、俺自身もだけどさ、俺自身もそうだし、でやっぱこうまた帰ってきて、まあ、カジとも一緒にやれて、でそういう人のつながりとかさ、まあ、ヴェルディの、まあ、パートナー企業の皆さんとかボランティアの人とかさ、サポーターも含めさ、そういう人とのつながりっていうのがすごいもう深くなってきてるじゃん今。はい、そうですね。なんかもう本当日に日にヴェルディに対する愛情が深くなってってるっていうのは、まあ、まあ家事もそうだけど、なんかそういうものをすごくなんだろうな、感じているというか、まあ、気づかされたというか、自分が思ってた以上に自分はヴェルディが好きなんだなっていうのさ、まあ、感じてプレーしてきたから、だからこうヴェルディのためにやりたいと思うし、まあ来年はね、そう俺ら一緒にまたプレーできるからさ、もちろんピッチの上で一生懸命やって、まあ、昇格をつかみ取れるようにするっていうのもそうだし、まあ、ピッチの外の部分でもさ、誰かがこうなんだろう、豊かな気持ちになったりとかさ、なんか地域でヴェルディやっぱ応援したいよねって思ってもらえるようなさ、取り組みとかをさ、いろいろやっていけたらなと思ってるんだけど、なんかね、なかなかないじゃんこんな、俺らも3年目か一緒にやるのは。そうですね、なんか10年、今年10年目で、来季で11年目ですけど、うん、結局一緒にやってんのは実はそんな長くなくて、ね、そうだよね、はい、思ったより短いんですけど、うん、なんかまあでもプレイしてる時のなんか中身の濃さみたいなもので、うん、なんかもっと長くやってたのかなみたいな感じはしますけど、うんうん、やっぱり普段からいろいろサッカーについても話しますし、うん、それ以外の面、うん、ピッチ外のことでもどうやったら良くなっていくかなみたいな話もよくするんで、まあ、そういうのをやっぱり聞いてる中で、まあ、そういうものが、コンビとしてだからやっぱ出るんだなっていうふうに思いますし、うん、まあ、純喜くんがどういうふうにサッカーについてこう、まあ、それこそ背後の取り方だったりっていうのを、うん、聞いてたりすることで僕の中でもよりまた整理されたりするんで、うん、だそういうものが本当にコンビに出てるんじゃないかなっていうふうには思います、うん、ね、まあ、よく話してるけどさ、やっぱヴェルディがどうしたらもっと良くなるかなとかさ、結構2人でも話したりするけどさ、まあ、来年はより一層というか、まあ、それぞれのなんだろう、得意なところも違うだろうし、俺らもさ、はい、それぞれの良さでピッチの上もそうだけど、ね、ピッチの外の部分、多分俺らもうあれよ、もう年長者だからさ、ね、どうしようかな、年長者なのよ、だから、うん、若手バシバシ行ったろうかなと思って、ああ、バシバシ行って俺がもうなんか家事怖いよなっつって、ああ、大丈夫だよ、また悪もん、悪もん、悪もん、悪もん大丈夫だよっていう話をして悪もんなんですよ、だからそうそうそう、それでやっていこうかなと思ってね、うんうん、でも本当昨年コロナでこうなかなかもう無観客があったりとか、うん、もうアウェーが8連戦があったりとか、うん、はい、それを乗り越えてよりいろんな方にこう支えられてるなみたいな、応援、まあ、声はまだ出せなかったですけど、うん、まあ、大気が戻ってきたりとか、うん、手拍子が OK になったりとか、うん、やっぱそういう力ってすごいやっぱ感じてたんだ、あったんだなっていうのが改めてこう再確認できる、うん、まあ、いい機会になったんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、なかなか結果でき出てない時期もありましたけど、まあ、それでも変わらず応援してくださる方はたくさんいて、うん、まあ、スポンサーの方も含めて、そうだね、まあ、このタイミングでもやっぱりまだスポンサーこうやっていただけるんだなっていうところは、うん、まあ、本当にそこは選手はやっぱ感謝しなきゃいけないと思いますし、うん、まあ、そこはまあピッチ上でまずは恩返ししながら、うん、で、まあ、純喜君も言ってますけど、まあ、その中でだいたいヴェルディがもっと良くなるんかなとか、うん、だったらもっとヴェルディが好きになってくれるかなっていう、うん、まあ
正直まあサポーターの数で言うとあんまりまだすごい多いわけではないので、うん、まあ、もしかしたらそういう、うん、多くなるきっかけとして何かこういう感じでももっとできたらなと思いますし、うん、まあ、それがキッチンカーも一つでしたし、うん、そうね、はい、いろんなことで盛り上げていけたらなと思います、うん、まあ、今日はねだいぶ真面目に真面目に、ね、テストだね、うん、真面目なテイストでやらせてもらったけど、そうだ、たまにはちゃんと挨拶しなきゃいけないから、やっぱり。カジカもたまには真面目に話せるんだと。そうだよね。はい、まあだから、まあね、本当25日にリリースが出るっていうか出たということで、まあ、今回こうやって、ズームで撮りましたけど、まあ要は、来年も皆さんよろしくお願いしますと。はい、まとめるとね。はい、小池城よろしくお願いします。小池城よろしくお願いします。はい。うん、よかったです、またコンビで。ね、ちょっといろいろさ、はい、サポーターの人とかも巻き込んでいろいろやりたいしさ。そうです ね、より盛り上げれたらなと思うので、うん、また、あれですね、まあ、ズームじゃなくて、戻った時に対面で話してるところも、またできたらなと思いますし、ね、うんうん、まずは、本当に、ね、取り急ぎじゃないですけど、まあ、そうだね、とにかく皆さんに、はい、うん、ご報告というか、うん、言葉を、なんだろう。伝えたかったっていうことで、はい、この時間を取ったので、はい、まあ、皆さん見てくれるんじゃないかなと。まあ、はい、年末も、あと、5日、6日か。6日。はい、うん。今年ももう、本当にあっという間に終わるんで。そうだね。1年間ありがとうございましたと。はい、本当に、2021シーズンね。はい。そんな人にサポートいただいて、シーズン終えられて、無事に。はい、でまあもうね、来年のこともお話しできるようになったから、はい、来年も引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。ぜひこの後も出るかな、動画。そうですね、うん、多分まだ出てない動画があるはずだね、わちゃわちゃ系のね、うん、はい、多分結構あれですね、楽しんでもらえてそうな、うん、若手の4選手にそうだね、出てもらって、芝君にも出てもらって、うん、そうだよ、ゆうやにも出てもらって、うん、はい、なかなかできないグラウンドでの企画もできた、うん、そうだね。来年はね、はい、いろんな選手巻き込んでやりたいね。まあ、はい、コロナがね、もう少し落ち着いたら。そうですね。うん、いいと思います。はい。はい。ということで、じゃあ、今日はこんな感じで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。